調子がおかしい。あんな奴らとレースしたくらいで、もうメンテが必要になるのか。やあ、君が次のレーサーかい？あれ、どうしたの？マシンの調子でも悪くなったのかい？お前は？ああ、僕はミハエル。ミハエル？それよりマシン大丈夫？見てあげようか？触るな！ナックルブレーカーは貴様ごときが触っていいマシンじゃない。それに、たとえ調子が悪かったとしても、お前程度の相手に負けるような俺じゃない。そっか、ならいいんだ。僕も調子の悪い相手と勝負して勝っても面白くないからね。聞こえなかったのか？俺はお前ごときに負けるわけがないって言ったんだ。そうかな。そんなのやってみないとわからないと思うよ。わかるさ。そのマシンを見る限り、どうせお前もグランプリレーサーだろ。お前らの実力はもう見切ったからな。へえ、じゃあ君はすっごく速いレーサーなんだね。でも僕のベルクカイザーもすっごく速いんだよ。お前とはレベルが違うってことを教えてやるよ。うん、ぜひ見せてほしいな。僕も速いマシンと勝負した方がワクワクするからね。調子の狂いやつだ。行くぞ。だったね。まさか。僕の勝ちみたいだね。グランプリレーサーごときに俺が負けるなんて、一体どうしちまったんだ。やっぱりマシンの調子が悪かったんじゃないの？バカにしてるのか。別にそんなことないよ。ならさっさと先に行け。俺の負けは認める。でも自慢話はごめんだ。別に自慢するつもりはなかったんだけど。まあいいや。それじゃあ先に行かせてもらうね。くそ！
久しぶりだな、ミハイ。うん、やっぱりいると思ったよ。ここまで来るってことは、お前も順調に勝ち進んできたってこと。ま、お前なら当然か。でもみんなすっごく速くてさ、ちょっとびっくりしちゃったよ。ちょっとお前らしい言い方だな。そう？いいさ、お前が誰とレースしてきたかなんてどうでもいいことだ。ここで俺と戦うという事実に変わりはない。そうだね。お前に会えたのはラッキーだ。お前とは一対一ではっきりと決着をつけておきたかったからな。僕も君はマークしておきたい相手だったよ。アストロレンジャーズは次のグランプリでもきっと大きな壁になるだろうからね。なら話は早い。お互いの成長具合を確認するいいチャンスだ。次のグランプリの前哨戦と行こうか。いいよ。お前の実力は今さら聞くまでもない。バックブレーダーの調子も上々だ。全力で行かせてもらうぜ。もちろん、こっちも全力で受けて立つよ。ここでお前を倒してパーフェクトに優勝をもらう。勝負だ。手加減しないよ。よし。チッペ、届かなかったか。僕の勝ちだね。言い訳するつもりはない。俺の負けだ。でもいい勝負だったよ。やっぱり次のグランプリでもアストロレンジャーズは要注意だね。グランプリ。そうだな。悔しがってる暇があったらさっさと次のことに目を向けた方が良さそうだ。お前との対戦データを持ち帰って、また一から対アイゼンボルフの作戦を練るとしよう。期待してるよ。残念だが今回の優勝はお前に譲ってやる。ただし、次のグランプリではこうはいかないぜ。望むところだよ。負けるなよ。